はい、こんにちは、ペソでございます。三国志イレブン続きやっていきたいと思います。ちょっとね、向こうの意外と部隊の数の多さにびっくりしとるんですけど、まあなんとかなるでしょう。あとはカコート探そうか、そうか。鎮闘隊をちょっと粘らしとけばね、確か逃げないはずなんですよね。城に戻ってきたら脱出される可能性あるんですけどね。確かそれがなかったはず。で、ここは、もう早々と国葬を立てちゃった。あ、その前に、計略だね。できれば生徒。できないから、もう国葬を。333、OK。もうここは経由地なんでね、あとは、それなりに武器持ってくれば。そうだと思うんですけどね。南方へ行く部隊とね、北へ行く部隊と分けて考えれば。はい、徴兵やっときましょう。やられたね。行け。取れた。抜き崩せ。援護せよ。調査届かない。急げ。
食らえ。ああ効かんかやっぱり。あとは鎮東さんちょっと置いといて、その間に投与できるからね。いやいや厳しそうですね。もうちょっと鎮東さん我慢しとこうか。承知。ああ心得た。承知。は。承知。で、どうかの回復のために藤井さんはちょっと止まっときましょう。鎮東さん、はい、待機。ここもまだ大丈夫よね。あとはまた杭州か生徒にちょっかい出せないな。上昇さんいけるじゃないか。ジョヨは、あ、違う。お、遺跡さんがいける。さすがに今は無理かな。縁はっていうより縁からね。であとは、農場を、ああそうか、メンバーが帰ってきてないんだ。あとはもうあれもなかったね、行動力も。急げ。おお、どう撃ってくるの。攻撃チェック、よく狙え。攻め立て。これ。なるほど、ドーン。ああ、そういうことね。どうすれば一番いいんだ。お呼び。消せ。
お呼びで。で、カンペちゃん一旦ちょっと入る。承知。そうだね、あとはお、いけたやっといけた。これで鎮東さん帰れる。何々と承知。はい。で、報酬城南にいるんだね。捨て身で来るかな。
これ断然楽になったね。で、カンペちゃん、私やり編成したつもりだったんだけどね。もう、うん、半分でいいよ。攻撃せよ。そこは大丈夫そうなんで、あとはこっちかな、出来上がったところから。はい、後ろ来てんの？ああ、そういうことか。どこで流言？ああ。ああ、同感か。しょうがないね。
速出来上がったね。ということは孔明さんが手が空いたを取るのか。そうかね、もうあっちこっちはね、もう町作るだけでいいんで、確証確信コンビはいいけど、はい、よく狙え。あ、また出てくるんだ。はい、ではここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もう一歩ですね、長安攻略まで、次回ぐらいでできたらいいですね。それでは、お楽しみに。さよなら。